いや、見たいアニメが多すぎて本当に困るでござんすね。次何見ようかなって悩んでるところ。今日は簡単で美味しい、誰でも作れちゃう野菜炒めを作っていくよーんって。はい、暴れるベーコンを押さえつけて、キャベツ降臨。はい、次はかかともやし。かかと落としもやし。はい、丸めのニンニク。そしたら、フライパンに油を垂らしていきます。そして火をつけて最後にハンド、僕の綺麗なハンドですからね、大好きな綺麗なハンドですからね、何回でも言いますよ、はい、スライスニンニクがバッチバチに興奮してきたらベーコンを加えて、はい、ベーコンにもある程度火が通ってきたらキャベツをぶち込みます。あの炒め物はね、あの煽りが大切だからね、あまり放置しないように、放置するとね、カマチョになっちゃうから、気をつけましょうね。はい、ここにもやしを加えて、これも煽っていきます。ガンガンに煽っていきます。はい。そして全体的に火が通ってきたと思ったら、ここで味付け。はい、塩。あ、胡椒。あ、うまみ調味料。そして、鶏ガラの素、加えます。これだけでも美味しそうだよね、本当に、美味しいと思う、目が美味しいって言ってるもん、わかるわかる、興奮しちゃう、はい、ここで香り付け程度の軽く醤油をぶちまけたら煽って全体になじませます。そしたら最後にとどめのごま油、はい、完成、チョップいただきます。メインは俺じゃなくてこっち、富士山。はい、今回飲んでいくお飲み物はこちら、金麦リッチモーツということで、開けていきます。皆さんブチューっとな、はい、乾杯。いやー、何回も言うけどさ、この時期のビールほどたまらんものはないよね、喉仏が溶けちゃうもんね、女の子になっちゃう、はい、ザビエル、はい、見てください、これ美味しいよ、美味しそうでしょ、よかったらみんなも試してみてください。はい、シャキシャキ、もうこんだけね美味しいとやっぱね、いつも通り出ちゃうよね、あれが2本指。